はい、どうも、皆さん、こんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。皆様、明けましておめでとうございます。本日はね、もう2017年の1月5日ということでね、もう2017年になってもう5日経ったわけなんですけども、僕はですね、ちょっとまあ、あの、まあ、ちょっとお正月ということでね、ちょっとまあ、のんびりとやっておりました。まあ、 これからですね、あの去年と同様、えーま、動画講座、まえー、頑張って更新していきたいなと思っておりますんで、えー、今年も何卒よろしくお願いいたします。であの、去年の2016年はですね、あのま、個人的には、 あのまあ、よく、えー、動画講座、えー、頑張って更新できたかなとは、えー、思ってはいるんですけど、まあ、それと同時にあのまだまだ頑張ることできたかなっていう感じでちょっとまあ反省点も残っておりますうんあのなので、まあ、2017年はまあ去年よりも、まあ、ストイックに動画講座頑張って更新していけたらなと思っておりますんで、えー、皆様、えー、今後ともよろしくお願いいたします で、まあ、あの、1月5日、えー、木曜日、えー、本日の、えー、ポンド園の相場展望をお届けしていきたいと思うんですけども、あの、ま、今日はですね、あの、ポンド園は、ま、先ほどですね、まあ、結構ここでね、あの、勢いがね、強い、下落がね、起きたんですね。で、480EMA を、ま、下にブレイクしてきて、 これ今1時間足なんですけども、1時間足の 480EMA っていうのは、えっと、冷やしで言うとこの 20EMA に相当するわけなんですけど、まあこれはあの移動平均線のまあ計算式っていうね、まあ動画、僕が以前えアップしているえ動画があるんですけど、まあそちらをご覧いただいたらまあわかるかと思うんですが、これ、まあ、下にブレイクして、で、さらに、 えー、まだズルズルと今下落している状態でで今ですねこの143.5円という、まあ、50銭の壁がまあおそらく意識されて、まあ、ちょっと今戻されているっていう状態ですね。まあ、ここで要線を作り上げて、まあ、何本か要線作られてこういう,こう戻りがね出来上がったらこうまあ戻り売りできやすいのかなって思いますね。 今はね、あの、ここら辺とかでやっぱ売っちゃうと、こう、あの、まあ、飛び乗り気味の売りになりますし、その、やっぱりその、戻りがかかってない状態で、その、売るっていうのは、その、損切りの位置も決めにくいですし、あの、まあ、あの、やりにくいです、とりあえず。うん。まあ、簡単に言うとやりにくいです。だからやっぱりその、戻りを待ってから、戻り売りっていうのが、やっぱ、 えー、売りで仕掛けるならやっぱりこうそ、えー、の2点をですねやっぱこう心がけて、まあ、トレードをね、まあ、やってほしいなって、えー、個人的には思いますうんまあ飛び乗りっていうのは、まあ、僕もその、えー、一切やらないっていうことはないですけどその場合によってはやりますけどでもまあそんな滅多にやらないかなって感じですねやっぱりその 押し目買い戻り売りっていうのをやっぱり意識しているっていう感じですね、うん、でまあこの143.5円の50銭の壁で今若干止まっているっていう状態なんですけどもしここを下にブレイクしてまだズルズル下がってくるようだと次143.2円ですねこの143.2円っていうのは、えー、この冷やしでいうところのですね、まあ、結構ズルズル遡っていくと、まあ、ここなんですけど この、まあ、下落のこの戻り高値ですね、ここ。うん。えー、この陰線のこの上髭の先端、ここが、えー、これ一時監視に切り替えたんですけど、まあ、ここが143.2円になるということですね。なので、まあ、ここはちょっと個人的にちょっと気になるポイントかなっていう感じですね。だから、ここでまあ止められるかもしれないです。 でここをまたさらに下にブレイクするようだと次はうーんと143.1円ですかねこの、えー、逆三尊天井の、えー、このネックラインとこの逆三尊天井抜けの、えー、この押し安値ここですねここが重なっている大体重なっているポイントが143.1円ということで まあここもまあ止められやすいポイントかなって思いますね。まあ、そのラインを引いてないんですけども。うん、で、ここを超えると次は当然143円というまあ切り板ですね、うん。切り番でまとめられやすいのかなって思います。で、ここも下抜けてくるようだと次はですね、まあ、ここの,この逆三尊天井のまあここの、えー、押しやすここかなと。うん で、ここを抜けてくると、まあ、142.5円。えー、50銭の壁ですね。で、ここも抜けてきたら、この、えーまあ、直近の最安値。えー、まあ、要はこの逆三尊天井の、この、まあえー、真ん中のこの、あれですね。まあ、要は最安値ですね。すいません。ちょっと言葉が出てこなくて、ちょっとすいません。最安値ですね、ここ。 で今のこのローソク足のこのレートよりも、えー、上の位置で、えー、止められやすい、えー、ポイントはですね、えーまあ、まずまああのも,の、えー、ものすごく直近で言うと、まあ、143.5円の50銭の壁でここを越えてくると、まあ、この、えー、切り上げラインですねまあここはあの三角持ち合いという感じで、まあ、僕見てたんですけど、まあ、この切り上げライン で、まあ、また、えー、止められやすいのかなって感じですね。で、ここを、ま、超えてくるようだと、次は、ま、144円、切り板ですね。で、このき144円の切り板も、まあ、超えてくるようだったら、まあ、次は、えっ、ー、と、まあ、この、切り下げラインですね。うん。で、この切り下げラインも、えーまあ、この切り下げラインよりも先に、まあ、144.5円。 くるかもしれないですしれないんですけども144.5円でもまあ止められやすいですね、うん、でこの次144.5円で止められやすい、えー、これを、えー、上抜けてきたら次に止められやすいポイントが144.8円ですねここここはまあここでも止まってるし、まあ、ここでも止まってるしって感じですね だから144.8円、まあ、えー、案外、えー、結構止められやすいのかなって、えー、個人的には思ってます。で、ここも、えー、上抜けてくるようだったら、次止められやすいのは、まあ、やっぱり145円の切り板ですね。うん。でもこうやって145円の切り板を見るとですね、 切り板よりもまあちょっとこの144.8円ですねやっぱりこの辺がなんか結構意識されているなっていうイメージがありますねでこの145円をまた上抜けてくるようだったら、まあ、次止められやすいポイントは、まあ、この直近の最高値となるここかなと思いますねでここもまあ上抜けてくるようだったら次は145.5円の50銭の壁ですね まあここ止められやすいのかなっていう感じで見てますはいまあそういう感じでですねあの止められやすいポイントを意識するだけでもあのトレードの成績をねあのいい方向にぐんと変えることはねできるんじゃないのかなと思いますんでまよ、あ、ければね参考にしてみてください、はい、というわけで本日も頑張っていきましょう翔太でしたありがとうございました